タキ見チャルメルソウは、雪の下かチャルメルソウ族の多年草。時間は合成で、私有同種。別名、ハリベンチャルメルソウという。地中の根茎は、やや太く。その先端から、長さ7から15センチメートルになる傭兵を持った、根質葉が出る。傭兵には長い荒い毛が生える。傭身は、長さ4から9センチメートル、幅3から7センチメートルになる卵型で。 木部は心形、円は浅くてのひら状に切れ込み、列片には不揃いの教師がある。葉の表面は暗緑色でまばらに荒い毛が生え、裏面は単緑色でしばしば講脂色を帯び、まばらに荒い毛が生える。花期は4月。家計は高さ20から30センチメートルになり、線毛が密に生える。先に相乗過剰をつけ、多数の花をつける。学糖は、 金状から桃円水型で茶色をし、線毛が蜜に生える。学列片は5個あり、茶光色をし、花時に直立して、先端だけがやや社会する。学片の内側には毛が生えない。花弁は5個で花時に反曲し、紅ない褐色をし、普通線形で魚の骨状に分裂しないが時に3列し、稀に花びらがないこともある。花弁に線点があるが、 稀にないこともある。雄水は5個あり、花弁と耐性する。脂肪は、貝で、花板があり、花中は2個あり、やや長く、長さ約1.4ミ、mm、リメートルになる。中等は、やや太く4列する。果実は、果てで、ラッパ状に上向きになり、花中間の縫合線で開口する。種子は、長大円形。種皮に、乳頭状の突起が治るする。本種、四国チャルメル草。 チャルメル草、三河チャルメル草は、ライラックアルゲヒドを主成分とする独特な匂いを発生させ、キノコバエかのミカドシギキノコバエによりすとミカド一種の実が放火し、花粉を運ぶ。日本固有種。本州に分布し、産地の渓流沿いや滝の近くなどの飲出地に生育する。1973年に若林道夫が発表した。 日本産チャルメル相続についてによると、本種の分布域は、伊吹山地の北側は金草だけまで、鈴鹿山脈の南側は、滋賀県の旧永原寺町付近までで、鎌が、竹付近まで行くと、チャルメル層の分布域となる。伊吹山の東側の池田山の南麓では、本種と三河チャルメル層が混在して生育していると、いう。種商名スタイロ座は、家中のあるの意味。 純絶滅器具2007年レッドリストまでは、絶滅器具通類。タキミチャルメル層を分類上の基本種とする編集に、四国チャルメル層がある。もともとは、シノニムの通り独立種であったが、若林道夫が1977年にマテラ、スタイローザ・エイチ・ボイシエウの学名を、チャルメル層からタキミチャルメル層のものに変えた際に、タキミチャルメル層と四国チャルメル層の類似性から、 両種は相互に変種関係にあるとし、学名上は四国チャルメル層は滝見チャルメル層を分類上の基本種とする変種としたものである。ありがとうございます。